長崎市の最高峰八郎岳から北へ伸びる縦走路をたどって悪所岳を目指している松尾記者。いるいる、こっち見てる。縦走路では野生の鹿にも遭遇しました。ね、もう慣れたでしょ。何回見てもやっぱすごいですよ、ね、これ自然の脅威って。道を塞ぐ倒木を避けて巻いて行きます。 石だもんね、ここ岩の上に根を張ってるから、うん、自分の体重を支えれなかったってことですかね。悪所岳へは長い縦走路が続きます。この稜線に入っていこうかなと。この奥の、うん、この奥に悪所岳っていう。でもだいぶ近くなってきた。名前がものすごく気になったんですけど、うん、悪いところの竹じゃないですか。悪いところの竹ですよ。大丈夫なんですか。大丈夫。歩いて行くと平行した林道も見えてきました。悪所岳への分岐ももうすぐです。はい、悪所岳の分岐に着きました。八郎岳から 3.7 キロ歩いたんで。歩いてますね。相当歩いてるよ。これ見えてる。分岐からは悪所岳の尾根に入ります。行くのね。なんかすすきがいいですね。ね、林道が横切る場所で細くて危険な道を通ります。松山ちゃんもここ気をつけてね。ここから左側が林道に落ちています。これは怖い。大丈夫。これは怖いぞ。ギリギリだ。下から見るとかなりの高さがあります。強いやつ。アシスタントもロープを頼りに降りて行きます。ちょっとその辺が一番滑りやすかったけんか気をつけてね。なんとか無事に通過しました。お待たせしました。あー、よかった。あー、すごい。結構下から見た方がおっかないね。ありがとうございます。悪所岳までは倒木が多くありますが迷うことはなさそうな道です。こっちはね、分岐を越えてから、はあ、やっぱそんなに人も入ってないし、ちょっと違うでしょ。そうですね、うん、この鬱蒼とした感じもね。赤いテープがある方向に行くんだけど、これがこう倒れてきてるんで、まあこうぐるっと回ってあの道に入りましょう。はい。いくつかの倒木を乗り越えて進むと鳥居が見えてきます、ね、鳥居がもう結構近くです。じゃあ行きましょうか。行ってみる。山頂直前の岩場を乗り越えます。なかなか大変な。いいじゃん。頑張って。高さがある岩場にははしごがかけられています。はしごも使って。どうしようかな。よいしょ。うん、置いて、うん、置いた方がいいですね。カメラマンもアシスタントも登りきりました。それでも私は棒が欲しい。はい、ここは悪所岳の頂上です。悪所岳の標高は506メートル。頂上には祠があります。この先ね、もうバスッと切れてるんで気をつけて。眼下に見えるのは天草灘に面した大崎の町です。この一番奥ですね。うん、鹿島の一番端。野母半島の南端が幻想的に浮かび上がります。こうしてみたらやっぱそこそこ歩いてますよね。そこそこ歩いてる。
八郎岳が遠くに見えて歩いてきた距離がよくわかります。山頂から見えた鉄塔や近くに見えた小八郎岳も彼方に見えます。どういうところかなって結構いろんな想像しましたけど、うん、ここなんで悪所っていうかわかんないんだけど、これやっぱ悪所なんですよ、きっと断崖だからさ、ここですね。さて、あとは下山するだけです。日没までおよそ2時間です。日が落ちるのがやっぱ早いから山。鳥居がある場所から降りる登山道もあります。こっからね、はい、こっちに下るルートもあります。多分登り返して行った方が確実だと思うんで戻ります。はい、分岐の場所まで戻ることを決めました。じゃあ上がりますね。ゆっくり確実に登ればなんてことはないんで。山で危険を感じるのは、はい、トラブルが起きた時です。かけた松尾さん、ちょっとストップ。はい。うわ、これはガバッと。ビニールテープで補修しました。山のやっぱさ、聞きとトラブルってやっぱあるんだよね。靴もね、そこが剥げるっていうのはあってはいけないことなんだけど。あとはこのザックが、紐が切れちゃう。そうすると今度もしょえなくなっちゃう。山ってやっぱ危機のトラブルやっぱ危険なんですよ ね。だからやっぱメンテナンスとかもやっぱしとかないとね、あの大変なことになるので、ね、靴のトラブルと日没を気にしながら分岐まで戻りました。このエボシーは戸町岳っていう方にとりあえず行きます、ね、こっち行くと降りられるんでね。大丈夫？足は。全然大丈夫。大丈夫。はい。じゃあ降りましょう。早かった。大丈夫です。じゃあ行きましょう。少し登ると熊ヶ峰から大山町に向かう分岐があります。熊ヶ峰ね。松尾記者が当初予定していたコースです。東八景まで続く。はあ、はあははあ。このまま行くと日が暮れてしまうので、で結構ね、分かりにくい道なんですよ。なんでまあそこはやめます。今日です、ね、でほっとしたような残念な残念だよ。でもね、あの山っていつでも来れるので。登頂を予定していた熊ヶ峰は町中からもよく見える八郎岳山系で代表的な山です。俺も経験あるけど、せっかく来たからそこまで行っちゃいたいとか意外と危険なんだよね。無理することになるから。暗くなっても確実に降りられる烏帽子岩へのコースを選びました。山内はもうすぐで終わるんで、あ、うん、そこまでの我慢。ここか。ちょっと引き抜けました。いや、あの完全にこの苔で。苔。いやだ、怖い。こっち来た方がいいかも。こっち。山登りは下山するまで気を抜いてはいけません。乗っかった瞬間やったね。下山はこっちですよって書いてて、ここ降りていくと、ね、八郎岳の登山口からお世話になった木の杖にもここでお別れです。私も、はあ、ありがとうございました。あなた日本どうぞ。です。あともう林道、林道があるだけ。少し降りると林道です。山道もここで終わりです。暗くなっても安全に下山できます。必ず山に持っていくものの一つにヘッドランプがあるんですよ。あ、なるほど。ヘッドランプも必ず持っていく、はいはいはい、どんなに大丈夫と思っても、うん、林道の分岐を烏帽子岩の方向にひたすら歩きます。途中で戸町岳への分岐を通過します。着きました、はい、ね、これね、
烏帽子岩があるところで、まあ前この企画でも来たことあるんですけど、まあこっち側の眺めがすごくいい烏帽子岩。おととし雲仙や天草の眺望が楽しめる烏帽子岩に上がりました。すごい、すごいっしょ。この道を降りていこうかなと思うんですけど、これも結構もう距離はあるので、まあここでも下山ということにしようかなね、はい、多分途中で真っ暗になるはずなんで知らないところに行けるというのがもうやっぱカメラマンの仕事の醍醐味の一つでも、いろいろ今年は連れてってください。そうですね、はい、全体下ったところを今日今回登っても全然やっぱね感じが違うでしょ。全然感じが違って、ね、なんか山もいろんな ね景色があるんだなと思いました、ね、さて上戸町への林道は真っ暗になりました。ヘッドランプの明かりを頼りに降りました。グランド公園サプライズ降りて着いた公園には明るい光が待っていました